こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ところで霊夢。突然だけど、好きな人ができたことはあるか？え？突然何を聞いているの？いや、初恋とか青春を閉じ込めたような映画。耳を澄ませばについて話したくてね。耳を澄ませば大好きだわ。スタジオジブリの人気作よね。そうなんだ。等身大の中学生のリアルな心情がぐっと詰まってるよな。そうそう、それになんといっても、天沢聖司くんのまっすぐな雫への思いが素敵なのよね。そこが今回の本題なんだ。実は、天沢聖司にストーカー説が存在するんだぜ。どうして？イケメン、優秀、行動派のハイスペック男子なのになぜ？そうなんだが、彼の行動には、不可解な点が多すぎるんだ。それにサイコパス説まで浮上しているんだ。そんな、サイコパス説まで、気になるわ。そうだろ、ゆっくり解説していくから聞いてくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。主人公の雫は、読書が大好きな女の子だが、借りた本の図書カードに、いつも同じ名前が書かれていることに気がつくんだよな。そうそう。天沢聖司って書かれているのよね。そうだ。そこで雫は、天沢聖司という名前を認知し、どんな人なのか？と、持ち前の豊かな想像力で考え始めるんだ。顔も知らない彼のことが気になり始めた瞬間だね。そう。それこそが聖司の狙いだったんだ。雫に知ってもらうため、随分とたくさんの本を読んだことを自ら暴露している。イタリアへ渡る聖司が、自分の気持ちを雫に打ち明けている時よね。そうだ。このアピール方法が気持ち悪いともっぱら噂なんだぜ。どうして？素敵じゃない。そうか？どう見ても気持ち悪いだろ。ひどいわ。これだけではないんだ。図書館で働く父親にお弁当を届けるため、電車に乗った雫は、ある猫と遭遇するんだ。ムーンね。そうだ。ムーンを追いかけ続けてたどり着いた先は、不思議なお店だったよな。聖司くんのおじいさんのお店、地球屋で。この日は、時計の修理をしていたのよね。お昼の時間になってしまったことに焦った雫は、慌ててその場を後にするんだが、肝心のお弁当を忘れてしまうんだ。そのお弁当を届けたのが聖司くんなのよね。そうなんだ。聖司の祖父の店とはいえ、さっきまでいなかった聖司が、お弁当を届けるのはおかしくないか？偶然、遊びに来ておじいさんに頼まれたのかもしれないわ。それにしても、お弁当を届ける速さが尋常ではない。徒歩の雫に対して、聖司くんは自転車だったからじゃないの？それにしても雫は、図書館への近道を教えてもらっていたし、店を後にしてからそれほど時間は経過していないはずだ。それじゃこれも聖司くんの戦略？確かではないが、実は、店にいたのではないか？と言われてるんだぜ。そうね、店の下はバイオリンの工房だったから。そこでタイミングを見計らっていたのかもしれないわ。そうだな。実に計画的な男、聖司のことだから。可能性は大いにありうるぜ。偶然であってほしいけど、故意的でも可愛いわ。さっきから何なの、その感じ。主人公雫に思いを寄せる聖司だが、雫と初めて顔を合わせた時のことを覚えているか？もちろん覚えているわ。夏休みに、親友の優子と学校で会った帰り道。図書室で借りた本をベンチに忘れた時よね。そうだ。本を取りに戻った時、そこに座っていたのが天沢聖司だったんだ。そうそう。ほらよ、月島雫って本を渡すのよね。そうだ。一見、素敵な出会いに見えるが、彼の行動が奇妙じゃないか？え、どこが？夏休みで登校していないはずだし、服装からして部活動で訪れたわけではなさそうだろ。それもそうね。でも何か学校に用があったのかもしれないわ。それにしても偶然すぎるし、実は、こっそり待ち伏せしていたんじゃないか？と言われているんだぜ。そうなの？考えすぎな気がするけど。何せ、計画的な男だからな。帰り道ガッツポーズして、スキップしてたに違いない。
聖司君はそんな人じゃないわ。でもそれも可愛いかも。まあいいだろう。だからなんなの、その感じは。耳をすませばといえば、カントリーロードだが、聖司の演奏で雫が歌うシーンがあるだろ。聖司君の演奏が上手で、二人とも楽しそうだよね。その聖司の演奏なのだが、完璧すぎないか？プロ顔負けのアレンジまで飛び出していたぞ。バイオリン職人を目指しているし、バイオリンを習っているんじゃないの？ああ。そうかもしれないが、カントリーロードの演奏が上手すぎて。実は、雫のために練習した説が存在しているんだぜ。え？でも確かに、あの場で演奏することは、前もって決まっていたことではなかったものね。そうなんだ。即興であそこまでの演奏は、こっそり練習していた疑惑が飛び交ってもおかしくないだろ。そうね。でも好きな子の好きな歌を練習するなんて素敵男子すぎるわ。即興で弾いたにしてもどっちみち素敵だわ。霊夢。聖司のストーカー説、全否定だな。だってそんなの信じたくないもの。そして最後に、イタリアの修行から帰ってきた聖司が、雫の家に向かうシーンがあるよな。うん、うん。日の出を見に行くシーンね。雫が窓から顔を出すと、聖司がいるのよね。そうだそこだ。雫の住むアパートを把握し、なおかつ部屋の窓まで、ピンポイントに知っているのはおかしくないか？そう言われてみたらそうね。雫の家は、団地で同じ塔が何個も並んでいるし、窓まで把握しているのはすごいわ。そうだろ？劇中にも聖司の祖父が、雫を自宅まで送るシーンはあるが、アパートの近くで降りた印象だよな。そうね。物語に映っていないところで、遊びに行っていたり、うちの場所を聞いていたんじゃないの？それも考えられるが、これまで話した聖司は、気持ちいいほどのむっつり系男子だ。こそっと後をつけて事前に確認したのかもしれないぞ。むっつり系男子って、現に、こっそり図書館で隣の席に座ったことがあることも暴露しているんだぜ。確かにそうね。でもそれほど、雫のことが好きだったのね。そうだな。夢にも行動力があって、ガッツのある聖司だから。恋にも全力投球なのかもしれないな。ちょっと気持ち悪いけど。最後、余分。そんな恋にも夢にも抜かりない聖司だが、そのクールぶりにサイコパス説も浮上しているんだぜ。サイコパスって？残忍で無機質で心がない印象だけど。そうだ。聖司に対する雫の第一印象は、まさに嫌な奴そのもの。初対面ながら、コンクリートロードは、やめた方がいいと思うよ、と言い放ち。にやりと不敵な笑みを浮かべて、立ち去った姿はサイコパスだろ。確かに、第一印象は最悪だけど。サイコパスは言い過ぎなんじゃ。親友の優子が、友達団で聖司のことを、無口でとっつきにくいと言っていたのを覚えているか？覚えてるわ。夏休みが明けた新学期に、雫と再会した時も、会釈もせず無言で通り過ぎていったものね。そうなんだ。そこから、サイコパス説が流れたわけなんだ。でもサイコパスって人に興味もないイメージだし。ましてや好きな人なんてできるかな？確かに、そうだな。夢を叶えようとしたり、雫に熱い思いを持つ聖司を、サイコパス呼ばわりするのは失礼だよな。でも、霊夢。もし仮に、聖司がイケメンじゃなかったらどう思う？え？それは、家をこっそり把握し、こっそり隣の席に座り、僕はここだよー、と知らせるために、こっそり大量の本を読んでいたら？気持ち悪い。は？そうだろそうだろ。聖司に対する世間のイメージも聞いてみようぜ。ストーカー男子代表、天沢聖司。ストーカー認定されているな。いや、天沢聖司は顔がいいから許されてるだけで。やっていることはストーカーと一緒だからな。いや、それな。イケメンだから無罪。結局そこに限るのよね。天沢聖司の雫を落とす努力がすげえ。雫が惚れなきゃストーカー。そうなのよね。努力家なのよね。ひたむきでまっすぐで、クールな表情の裏側には、アグレッシブな情熱を持ち合わせている素敵な人よ。
まあ、確かに、そうかもな。政治は、ただイケメンなだけではないのは確かだな。雫もビジュアルではなく、その熱い中身に惚れたのかもしれないな。そうに違いないわ。むっつり政治が多々発動していたが、夢にも恋にも熱い男だということがわかったな。そうね。雫に自分のことを知ってもらうため、随分と努力したのね。ああ、頭脳派な彼らしい行動だな。むっつり政治発動には、思春期ならではの照れが大きく関係していると思うわ。思春期特有の照れ。どうしたの、マリサ。知らない世界。確かに道よね。晴れて結ばれた政治の行動は、ストーカー説以上に、恋の師匠として多くの男子から支持されているんだぜ。そうなのね。二人の今後が気になるわね。未定だが、10年後を描いた、実写版映画公開のお知らせもあったことだから。楽しみにするとしよう。そうね。ってことで、今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録よろしくね。コメントもくれると嬉しいぜ。それじゃあ。まったねー。